さあ、お二方にですね、はいはい、峠のこのデモンストレーションを体験してもらったので、はい、ちゃんとドリフト、ドリフトっていうのはこういうもんだっていうのをデモンストレーションで、実は後ろに見ていただくと藤野選手がですね、あそこに車スタンバイしてくれてます、はい、そしてまあ土屋さんもいらっしゃいまして、はい、新井さんもいらっしゃいますので、ちょっと実際に解説も込みね、ちょっと見てもらおうかなと。はい、なので、大丈夫ですか返事が、何かを怖がってる返事なんですよ見せてくれるんですよ。まずはデモンストレーションですか。見る我々がやってるのは速いドリフト、はい、今度は見せるドリフト。なるほど。ちょっとじゃあ、はい、皆さんに見ていただこうと思います。ドリフトじゃ藤野選手お願いします。見せるドリフト。おお、すごいかっこよかったです。これ途中片手上げてましたけど、そんな余裕あるんですか。もう全然余裕な感じです。すごいですよ、見入っちゃいます ね、 ね、すごい、かっこいい、かっこ、いや、すごかったです、うん、土屋さん、どうですか。カノさんにやってもらいます。いや、すごかったなんて言いました。もう一回教えてもらっていいですか。これをカノさんにやってもらいます。おいや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 、あのね、相当な訓練をされた方だからできるわけであって、はい、だから普通免許だけを持ってるの。いや、普通免許でも、もう普通免許で意外と簡単にできる。え、いいなー。いや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 、みこちゃんいいっすよ。ね、免許ないから。でも行動じゃないから免許なくても。そこでちっちゃな争いやめてください本当にもう。え、これやるの？やるのっていうかできるんですか？だって車は免許あるでしょ？はい。車乗ってるでしょ？乗ってます。大丈夫です、ね。大丈夫。どれ筋肉ですよ、ね、キングが。土屋さんとかに教えていただきながら、はい、ちょっとやっても大丈夫ですか？え、俺横に乗るの？まあそう教えていただきながら。まだ。ちょっとちょっとちょっと。そこはまず一心同体心中しましょうよ。心中しましょう。いや、さあ危なくないやつを教えてください。危なくない、素人でもできるやつをお願いします。そこはわ、じゃあ加納さんドリフトに挑戦、行ってきます。頑張ります。よし、さて、はい、加納さんにドリフトの1からいきましょう。1からお願いしますね、はい、まずはドーナツターンいきましょう。ドーナツターン、これ簡単。さっき最後くるくる回ってたやつ。そうそう、僕もやったし藤野もやったし、はい、ああいう感じです。はい、あれ簡単。本当ですか。全然簡単。わかりました。どうぞ。ちょっとそっち突っ込むかもしれないから気をつけて。おわ、結構低いんだな。うん、負けたね。クラッチ、ブレーキ、アクセル。はい。じゃあ。何やってんだよ、ちょっと。すいません。オッケーオッケーオッケー。で、車持ってるでしょ。止まってますけど。車持ってるよね。持ってます。で、ただ、もう久々すぎて、マニュアルが。そうか、そうか。じゃあ、左、左、左。左、左、左、左。すいません。ね、そういう番組じゃないの。分かってます。分かってます。分かってますけど、ちょっとマニュアルがちょっと怖すぎて。一足入れるでしょ。一足入れます。これ、こ、こ。一足入れる。これが一足ですか。これバックじゃないですか。バックじゃないよ。で、クラッチ。アクセル3割。アクセル3割。クラッチハーフ、ハーフ、ハーフ。はい。
アクセル、アクセル、アクセル、はい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 、はい、左少し行く、少し行く、はい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 、いいよいいよ、呼んで、いいよ、はい、右右右、はい、右右右右、ここで止まる、ここで止まる、止まる、はい、クラッチ踏む、はい、右にハンドルいっぱい切る、はい、はい、で、そこで、はい。5000回転上げて、5000回転、クラッチ踏んでるよね、はい、踏んでます、5000上げる回転、アクセルで、はい、5000ってどこですか、5000は5だ、はい、クラッチ踏みながら、クラッチ踏みながら5000まで上げる、はい、アクセル上げ、いいですか、踏んで上げていいよ、はい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 、で、5000で止める止める止める止めとく、はい、クラッチバーン離す、え、離していいですか、バーン、ちょっと待って、恐怖心とね、戦わなきゃいけないから、あれ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 、お手本、あれビビっててクラッチ離さないちょっと待って言ってることがむちゃくちゃなんですよどうしたんすか、一気にあれ話したらやばいっすってどうしたんすか、いや、ちょっとなんすか、喧嘩しないで、違う違う違う、あのね、え、5000上げる、はい、5000上げた、クラッチバーンって言ったら、クラッチバーンとか言って、いや、俺は教習所で習ったのに、クラッチはゆっくり話しなさいって習ってるんです、教習所で。そんなんいきなり話したら、ブワーン行きますよ。ブワーン行くよ。やばいやばい、それはやばい。横に乗って。クラッチバーン乗ってって、ほら、すごい、ほらほら。俺、土屋さんがもうほら、自分でやってやるよっつって。ほんとっすか？ほんとほんとほんと、クラッチバーン。ちょっと待ってくださいね。いい、はい、行くよ、はい、サイド引いてる、はい、一足一足でいいですね、はい、5000回転上げる、はい、5500でもいい、はい、ね、うわ、怖え、あ、気をつけてくださいね、クラッチバン行くよ、はい、おぉ、クラッチバーン、ケイコさんどうすか、土屋さんがわざわざやってくれたんすよ、あのね、想像通り、やっぱ言ったろあんな一気にグンと行くんだってそれが分かってるから怖いのよ、そっか、やっぱ怖いですよね、免許持ってる方だと、クラッチバーン、はい、ほんとちょっとこっち気をつけてね、いやいやいや、分かった、マジで、はい、ちょっとできるだけ俺、あの、できるだけちょっと離れてほしいっていうのが、そうね、ちょっともうなんか怖くて、それが、はい、大丈夫です、あの演者以外のスタッフさんが一番離れてますもうすぐ離れてます、これクラッチバーンじゃないですか、でずっと5000とか5500のままでいいですか、アクセルずっとこう、え、ホッピングするの、そう、アクセルワークをこう、それ難しい、アクセルワークしてると回転落ちないから、あー、なるほど、そう、怖えよ、じゃあちょっと左行くでしょ、ちょっと前出しですか、いいよいいよ、一足入れる、一足入れる、入れる、左へ回転上げながらクラッチじわーっと離す、ここで止まる、これ止まる、で右いっぱい切る、6000まで上げる、はい、いいですか、うん、6000まで上げる、6000で止める、クラッチバーン、いきますよ、クラッチバーン、せーの、6000、うわ、すげえよ、クラッチバーン、これやばい、こっちがやばい、こっちが、うわすげえ、めっちゃ楽しいめっちゃかっこいい、めっちゃかっこよかったです、めっちゃ楽しい、めっちゃかっこいい、あれね、めっちゃかっこいい、あれね、はい、あの実際回ってる時ただアクセル踏んでるだけじゃなくて、はい、うまくこのね、うん、アクセルのこのなんていうんですか、アクセルワーク、アクセルワーク、うん、あれはもうセンスですね、そう、感覚、センスある、分かったわ、分かっちゃった、面白い、やばい、やっぱクラッチ思いっきり離すっていうのは、うん、俺は本当に教習所からで習ってなかったんで、うん、初の試みだけど、それさえ勇気出せれば、うん、あとはね、車がちゃんとこの機械がちゃんとねやってくれる、滑り出すから、ね、あとはアクセルワークだけでここでずっと待ってられる、
ていうか本当にえなこちゃんすごくなかった。いやもう絶対無理だと思ってましたもん。それこそあの免許持ってる人だと、うん、そのクラッチをこう外すっていうのが多分結構勇気いるんだろうなって思って、うん、こう見てたんですけどすごいな。あのね不思議とねあの白い煙も、うん、ちょっと快感になってくる。うわーやばー俺が出してるぞ、はいね、心地よくなってくるの。最初怖かったけどあの煙が、うん、引火するんじゃねえかと思って、うん、いや気持ちいいわ。カノさん、本当僕怒ってるんですけど、ここのスタッフ誰一人信じてなかったんですよ、カノさんのこと。できないから、小宮さん、あの先生、できないくだりでもう終わっちゃいましょう。とか言ってた、本当に。言ってました。マジで。いや、でもね、これはやっぱね、勇気やね。うん、あ根性、うん。本当に。あと、ちょっと押してるぞっていうあのスタッフのプレッシャー。これ早くやらなきゃなっていう。完璧でした。すごかった。本当に。いや面白いわ。いや、ね、えなこちゃんもねこれもし自分が免許持ってたとしたら、はい、これができるんだったらちょっと知ってみたいと思うし。しかも土屋さんに教えていただけるんですよね、うん、私もやりたかったな。もう2人がなんかドリフトキングにしか見えないんですよ。ドリフトキング、ドリフト王子。右は違うでしょ。まあね、ゲームで楽しめるやつはそっちの方がいいんじゃない。いやもうカノさんの男前感半端ないです。回ってる途中に土屋さんから「はいじゃあブレーキ」って言われた時に踏みたくなかった。終わりたくなかったし。いやタイヤが終わっちゃうから。センスありますね。ナイスドリフト。教える人のね、教える人の力かな。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。